秋田方市議会の現在の惨状になるきっかけの居眠り議員会です。順次発言を許します。4番竹岡議員。以上、4番。おはようございます。4番無所属竹岡貴文でございます。図らずも本定例会一般質問のトップバッターに立つことになりました。市長さんにはですね、市民に分かりやすい言葉で、名誉ないご答弁をいただければと思います。それでは通告に基づきまして大枠2点について質問をいたします。最初に新型コロナウイルスワクチン接種について伺います。質問に先立ち、現在新型コロナウイルス感染症の医療現場で自らの感染リスクも顧みずご尽力をいただいております医療従事者また関係者の皆様に心から感謝と敬意を表します。またこの感染症により亡くなられました多くの方々のご冥福をお祈りを申し上げますとともに現在治療に向き合っておられます方々の一日も早い回復をお祈りを申し上げます。それでは質問に入ります。このワクチン接種については国民はもとより本市の市民の皆様にとっても最大の関心事でありますしまた命にも関わる大きな問題でもあり不安をお持ちの方も多数おられます。まず1点目といたしまして本市におけるワクチン接種の確保体制については本年1月25日に厚生労働省が2回目の自治体に対しての説明会を開催をしておりますがその国の基本的な方針に沿って進められていると思いますが本市の相対的な進捗状況をお伺いいたします。質問に対し答弁を求めます。以上、石丸市長。はい、ご質問いただいた市長、新型コロナ答弁席でお願いします。以上、市民の方が困惑されますので説明をされた方がよろしいんじゃないでしょうか。12月にやってたものをやめて元に戻す、私は市長に申します。重複する理由がないと申し上げました。市長に申します。発言をやめてください。ではどうぞ。市長に申します。一般質問は議会において一般質問一問一答方式要領を定め議員はこれに従い一般質問を行っております。執行部の答弁方法もこの要領の中で規定しており質問者の答弁は答弁席で行うよう記されております。前回の定例会におきましては答弁の方法について会議の効率化を提案された市長の意向を認め試行的に自席での答弁を認めました。本定例会においては前回の自席での答弁の成果を踏まえ一問一答方式要領に基づき実施することを議会内で確認しております。従いまして質問者に対する最初の答弁を答弁席において答弁されるように市長に求めます。僕は大事になさってください。では新型コロナウイルス対策そのワクチン接種の体制について答弁します。今万全を期して準備を進めているところですがミスがあってはならない。そのためです。万一ミスが生じたらどうするか。まずは言い訳、次に黙り込む、問われたら逃げ回れ。とんでもない事態です。恥ずべき行為です。
ですので、そうならないように今の職員にはしっかりと指導しています。竹岡議員は対応を望まれないということでしたので、答弁はここに留めたいと思います。なお、新型コロナ対策、これにつきましては直接市民の方に適宜適切に情報を発信していきます。例えばお助けフォン、例えば市のホームページ、そしてもう来週、再来週ぐらいですが、広報秋田方の中でも特集を組んで新型コロナの情報は発信をしていきます。どうぞご安心ください。万全を期して新型コロナ対策進めていきます。答弁を終わります。竹岡議員、今万全を期してですね、対応していくと言われました。で、具体的にですね、少しお伺いいたします。まず外部委託を含めたですね、人員体制の確保、さらにはですね、2番目といたしまして、接種券の発行であったり接種記録のですね、対応にかかるシステム改修の進捗状況、また接種券のですね、印刷郵送等もですね、すでに準備に入っておられると思うんですが、どういった状況に今あるのか、また接種についてはですね、医師会等の協力も当然必要になってまいります。またそういった医師会とかですね、医療機関との調整が現在どうなっているのかということですね。それと5点目といたしましてはですね、接種会場については各庁の文化センター等ですね、1箇所確保されるということでありましたが、それに間違いないんだろうと思います。それと低温冷凍庫ですね、この確保についてはですね、どのような対応で、になっているのか、特に国の方からですね、大まかなスケジュールも示されておりますので、本市の今のこの私が申しました具体的な問題についてですね、現状をお聞かせいただきたいと思います。答弁を求めます。以上、石丸市長。2回目からは自席での答弁を求めます。どちらがよろしいですか？どちらがいいですか？どちらもいいですか？どちらでもいいそうです。では反問権、以上お認めください。一般質問の一問一答だと思うんですが、今一問じゃなかったと思うんですが、はい、私の認識が誤ってます。一問ずつですよね。質問一答ですか？ではそのように指示。今一問じゃなかったですよね。なぜ休憩します。市長から反問権の申し出がありましたので、これを許可いたします。そこまで、はい、はい、石丸市長。反問権ですか、議長に今議事を進行していただきたかっただけなんですけども、一問一答だというふうに理解をしていますので、一問ずつでお願いします。秋田方市議会の問題の一つとして、進行のルールが守られていないというか、決められていなかったのか、議長をはじめとして進行ができていない。質問自体も何を言いたいのかよくわからない問題があります。そして石丸市長のコロナワクチンの回答にあった言い訳、黙る逃げ回るとんでもないことです。この回答を聞いて竹岡議員の心には何か感じることができたでしょうか？また質問に入る前の説明が長すぎる問題については、まず質問内容、そしてなぜならをルール化できたら聞きやすいと思います。それではご視聴ありがとうございました。